金かけてますから。ほら、ミニアって出来損ないだから。体温調節機能がしょぼいんですよ。はい、それがお仕事なので毎日やらせていただいています。あ、はい、定期的にちゃんとメンテナンスしていただいていますよ。だから大丈夫ですよ。人だって冷たい雑巾をずっと触っていたら握力がなくなるじゃないですか。それと一緒で、冷たい水をずっと触っていたから手が冷えてしまっただけですよ。え、あ、大丈夫ですよ。リニアはアンドロイドなんですから。機械なのですから、そんなご心配されなくても。え、あ、はい、申し訳ありません。はい、でもありがとうございます。リニアなんかを心配してくださって。はい、え、でも、そんなこと高弘さんにしていただくなんて。リニア、はい、ありがとうございます。すみません、こんな場所まで。いいえ、そんな不服だなんて。でも、ならもう結果は分かったわけですし、そんなそれでは高弘さんの手が冷えてしまいます。リニアは大丈夫ですから。高弘さん、私の手冷たくて不快じゃないのですか？
その、高博さんの手の中はあったかくて、その気持ちがいいです。はい。すみません。大丈夫です。かなり良くなりました。いい感じに仕上がりました。大丈夫です。そんなことはありませんよ。大丈夫ですよ。それでは。いた。大丈夫ですよ。リニアがポンコツでおっちょこちょいなのはいつものことじゃないですか。誰かと思ったら旦那か。こんな夜中に何やってんの？私はおトイレ。それじゃあ。何がどうしたのよ。あ、誰かいるね。
すずき。いっぺんに言わないで。探し物。そう。ふぃー、危なかった。いい子だよ。あなたのお名前は？スズキ。スズキちゃんか。いい名前だね、旦那。何してるんでちゅか？何してるんでちゅか？こんな時間にバタバタと。責任転嫁はいけませんね。この子は誰でちゅか？お名前は？スズキ。スズキちゃん、こっちへいらっちゃい。こんな大人と一緒にいるとバカになっちゃいまちゅからね。ちゃんとメイド服にお着替えしまちょうね。ほう。
この島ではメイド服を着ていなくちゃいけないの。わかった。よいしょ。ここではダメでちゅって。あー、着替えるのは明日でいいでちゅから、今日のところは私と寝まちょう。わかった。では所長、おやつみなちゃいまち。この子は大丈夫でちゅよ。これ…孫にも衣装を？